ハロー、皆さんこんにちは、ヴィーガンエリーです。今台湾の台北に来ています。今日は台北のヴィーガンシーンをご紹介したいと思います。台湾では台湾素食といって、もともと宗教の理由でプラントベースの食事をする人が多いです。人口の 10% がこの台湾素食を食べていると言われています。台湾素食は動物を食べないことに加え、五根といって玉ねぎ、ニラやニンニクなども料理に入っていません。宗教の理由で素食を食べる人が多いため、台湾にはたくさん素食のお店があります。なのでヴィーガンにとっては食べられるものがいっぱいあるということです。最近では若者を中心に動物の苦しみを減らすためにエシカルヴィーガンになる人も増えているみたいです。2017年には台湾で初めてのアニマルライツマーチも開かれました。その時は150人参加したのですが、去年2018年にはその数が400人に増えました。昔からある伝統的な素食のお店に加えて、エシカルな理由でヴィーガンになった人たちが作った新しいヴィーガンのカフェやレストランも多く開いています。今回はどっちもトライできたらいいなと思っています。さすが台湾、機内の中で頼める簡単なお食事のメニューにも素食のオプションがありました。台北についてまず向かったのがこのお店です。滞在中に2回も来てしまいました。ここではビーフンやチャーハンなども全部素食でいただけます。ここは 100% ヴィーガンのスイーツ屋さんです。上のアイシングの部分もイギリスでよく食べるカップケーキとは違って甘さが控えめですごい美味しいです。セットについてきたここで人気があるヴィーガンのクッキーとビスケットです。このお店の方にちょっと台湾のヴィーガン事情について聞いてみたいと思います。 How long have you been vegan? About 2 years. Okay. What made you go vegan? Because we wanna protect our earth and protect animal for ourselves, we just want to be healthy. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. And there's a lot of allergen. It's a little bit for animal. But, okay. But this year is kind of animal well. Yeah. Okay. By younger people. Okay. Yeah. Let's get more and more younger people in become vegan. Yeah. This map can help you.ヴィーガンのカフェやレストランが載っている台北のマップをいただきました。 Yeah, the Spring Bakery we sold dessert and cookies. It's good. Come and visit. Bye bye. 今から台北にあるヴィーガンのスーパーに行ってみたいと思います。そこに入ってみてどんなものを売ってるのか見てみたいと思います。ヴィーガンマーケットに入ってきました。野菜から冷凍された餃子とか肉の代用品とか、ヴィーガンのペットフードとかお菓子とかシャンプーとかコスメまで本当に充実した内容のお店になっています。原材料を確認しなくても安心してお買い物できるって嬉しいですね。
用品が揃ってて、本当に見かけがお肉そっくりのものの缶詰が売ってます。次はなんとビーガンのたこ焼きがあるということなので、そこに向かっています。シーリンという夜でもすごくにぎわっている街に入ってきました。この辺にあるはずなんですけど、ありました。外がサクサクしてて、中がすごいもっちりしてて美味しいです。次はシーリンのナイトマーケットに行ってみたいと思います。ヴィーガンのマーケットではないのですが、その中にどんなヴィーガンのものがあるかちょっと探検してみたいと思います。今のところヴィーガンのものはほとんど見つかっていません。もう少し歩いてみようと思います。さて次はフラリッシュという 100% ビーガンのレストランに来ました。大学時代の友達のおすすめのレストランで一緒に食べてます。アンです。ここでは健康的な素食が楽しめます。It's called stewed Chinese cabbage with steamed wet skin of tofu. 台湾人のヴィーガンの方から噂で聞いた台湾一美味しいヴィーガンのティラミスをここに食べに来ました。噂通り本当に美味しいティラミスでした。次はトングアナイトマーケットに来てみました。ここにはヴィーガンのものがあるんでしょうか。ちょっと探検してみたいと思います。今のところヴィーガンだったものはフルーツだけです。さて他に何かあるんでしょうか。今回のマーケットは友達のワンちゃんと一緒に来ています。クッキーくんです。はい、今のところヴィーガンのものがフルーツしかなかったので、まずはフルーツを買ってみました。うん、美味しいです。やっと一つ目の素食のストールを見つけました。もう一つ素食のお店を見つけました。Thank you. シェシェ。こんな感じです。やっとビーガンのもの見つけました。というわけでナイトマーケットではそんなに収穫がなかったのですが、いくつか美味しいものを食べることができました。ナッツミルクを使ったアイスティー屋さんです。最後の夜はちょっとおしゃれな素食のレストランに知り合い2人と来ています。ここも 100% ビーガンのレストランで、いろんな点心とか麺類とかさまざまな台湾料理があるのでとっても楽しみです。すごいサクサクしたクリスピーなえのきのフライで、ベリーのアイスティーを頼みました。ヴィーガンではない2人の知り合いも一緒に食べていたんですが、2人とも満足していました。このレストランでいいなと思ったのは、お肉の代用品みたいな大豆ミートとかそういうのを全く使わずに美味しい料理ができていたところです。クリエイティブな
お料理が楽しめました。というわけで今回は台北のビーガンシーンをご紹介しました。本当はもっともっとたくさんビーガンのお店があるんですが、時間が足りなかったので行けたところだけご紹介しました。多分これまで旅行で行った場所の中で一番ビーガンのお店が多かったと思います。これからもビーガニズムについて、そしてエシカルライフスタイルについて発信していきますので、もしよかったらぜひこちらから登録してみてください。